よろしくお願いいたします。持田香織です。よろしくお願いいたします。いつもはどんなカーライフ、どんな風にお車を使いなんですか？本当に今住んでるお家もこの近辺だったりするんですけど、買い物に行く時などすごく自分のこう一人の時間というのを楽しめるので、車の中というのはすごく好きですね。はい、すごい歌っちゃうので、外から見るとすごい大きな口でこうなんかノリノリになっちゃう人みたいになっちゃうので、あんまり自分の曲を聴くことはないんですけど、でも音楽を聴くのはすごい好きです。はい、あと来年いよいよ20周年ってことなんですけど、はい、なんか本当に一郎さんとこんなに長く続くと思ってなんかすごい一郎さんがバラエティーなので、テレビで出ていることを私は事前に知らないので、テレビを見てるとまた出てるとかよくあるんですけど、本当にいろんな各土地に行っても二人の名前を言っていただけるというのはすごくありがたいことだなと感謝しています。お互いがお互いに関心がないということだと思います。なんか夫婦みたいになっちゃいますけど、なんか興味があるようでないというその距離感がすごくいいのかなと思いました。持田さんの運転には乗ったことあるんですか？そのゴルフに乗ったことあります。私が免許取り立てて運転したくてしょうがなくて、でそれで仕事に行った時にちょっと一郎さん送ってあげるようなって送ったことがありましたが、ずっとここを持ってました。感想なんかありました？ありがとうって帰ってきました。すごいうまいと言ってくれている気がします。